とっと疲れが出た。奥様の名前はアリサ、旦那様の名前はジョージ。ごく普通の恋をした二人はごく普通の結婚をしました。ただ一つ違っていたのは、奥様は魔女だったのです。二人の間に翼ちゃんという可愛いベビーが誕生。幸せ真っ盛りの松井家に突然別れの時が。魔王の命令で翼が魔界で勉強をしなければならなくなってしまいました。あれからもう5年、奥様とダーリンは今も離れ離れの生活を続けていたのです。